はい、どうも、こんにちは、TV です。今回もウィニングルームアプリ2019やっていきましょう。ということで、こちらはですね、FP ロナウドの、アカウントになるんですけれども、今回はね、こちらでゲットした選手ですね。はい、ということで、デリフトとデヨング、このね、アヤックスコンビをですね、今回見事にゲットすることできたんで、こちらの2選手をですね、ちょっとレベルマックスにして、両方ね。そう、レベルマックスにして、まぁ、ちょっと練習メニューで確かめて使っていこうかな、みたいな感じですね。まぁ、もうデヨングは、バルサ。いっちゃデリフトも多分どっか行くんでしょうけど、なんかまあユベントスと言われておりますから、どこかに行くんでしょうけど、まあアヤックスじゃなくなっちゃうんですけど、アヤックスの人が2体来たんで、センターバックできんだ。センターバックで使うかって言われるとね、これね、多分ね、ディフェンスとボール出し考えると、まあそんなにそうだね、センターバックで使うっていうほどでもないと思うんですけど、はい、ただまあこの選手の場合プレーメーカーどう生きるかっていうのと、あとね、上目もできるんですよ。だからプレーメーカーを発動させなくて使うってこともできるんで、まあいろんな使い方ができるのかなと、そうだね、いう感じはしますね。はい、ということで早速ね、まずデリフトからですかね。まあ74だからね、確実にここしときたいんで、まず11個ですかね。ノイズキーの時確か18個使って18個で75だったんで、多分11個で65ぐらいだと思います。もうちょっと使えるんじゃない。よいしょ、13-4いってじゃない、13-4いってよかったかな。ここら辺がね、この辺がちょっとギリギリなんですよね。さっきトレーナー数えたら、ただね、あのね、でも74と62を育てるの結構大変だよ。いや大変、合わせて136レベル、すごいな、すごいよ。まあ、ただね、これ育てて本当にね、あのいいと思う。まあ、デリフトはあのボランチがこうできますし、そうそうそう、あの普通に何だったら1個上げる使い方でも、ね、まあなくはないんで。そう、うわ、これ欲しかったな。こっちが本垢じゃないの。うーん、マジでそうなっちゃうよね。うさあ、そう、聞きましたね。60代は、まあ、60代はいくと思うんだけど、ね、63-4かな、11個で。あ、ってことはこれでデヨング、ああ、じゃあそんなに入れなくていいんだね。10個でいいんだね。あと10レベルっすね。そう、それ今どんぐらい、64あたりにしとけばもうかなり強いでしょ。どれぐらいのロクちゃんだろ今。はい、ということで、うわ、もうパス85あるんだ。うん、ここら辺の前目の数値71とかあるからね。うわ、すげえ強いなこれ。すげえスピードも瞬発ももうすごいあんじゃん。強い、フィジカルも92あるんで、ジャンプ93。まあでももうちょっと行きたいね。そうだね。でもまあもうあと10だから1-2ぐらい。そうだね。ってことでしょ。強いな。いやすごいですね。次で、あとじゃあ今11個入れたから2つ。そうだね。まあでも2つ入れても70いかないと思うんだよね。いかないか。どうなんだろう。67。こっから刻んでいかないといけないぞ。で今13個使ったから、あとまあ1個。入れてみたいな。70、69か。いやこっからちょっとね、あと何個ある。あとね、2、4、6、7。7か、ちょっと星4で攻めるか。星4で攻める。星4で、あとデヨング残しかないといけないからね。星4ここいけ。うん、さあこれでも7。71。いや、いったいった、星4で押していくしかねえな。71星4 4つ。さあどうだ。あー、あとちょっとだね。これで経験値どんだけ。総合値これで経験値が98。2700だね今ね。あと2700だから、まあほんと星31個入れて、そうだねって感じだね。うわやば、もううわバケモン中のバケモンやないか。 やばいな、まあ、マジか。ちょっと今鳥肌立ったわ、うん、まあ能力値はね、ベス DB とか見れば分かりますけど、1個入れとけばこれでいくつだ。これであとね、正確に多分出ると思うから、45,427。だから 星4を2つで、あと星3を、ちょっと待って、18,124。そう、あ、そうそう、あと、あと星31つか2つ。ここ星2でもいいと思う。星3と星2。9,179。じゃあ星3を3つ ?3 つか。よし、これで OK。OK。さあ来ました。やばくない？いやー来た、98の CB 使いて、すげえな。いやちょっと98って一番高い。そうだね、センターバックではナンバーワンだね。あのファンデが96なんですけど、ボールコントロール85、グランドバー87、フライも85あって、決定力で73受けない。そう、結構決めるよね。うん、ヘディングも強くて、ディフェンスエースボールですカンストじゃん。これはすごいな。僕の作った最強選手みたいになってるな。スピード90、うん、瞬発81、フィジコン94。
ジャンプ95。これは強いわ。いやこれは5でも育てるべきだな。うん、いやちょっとすごいね。ということで続いてデヨングですね。フレンキーの方ですね。まあこれねやっぱね、この62年目も育てないといけないんで結構こまめに入れてたんですけど、あとは星5入れてまず6個か、個まず6個いきましょう、うん、これで多分56とかまでいくんじゃない。いやどうなんでしょうね。デヨングちゃん、デヨングはね使ってみないとちょっとわからないところもなんか多々ありそうだなっていう。俺結構軽いと思うんだよね。ダブルタッチ持ってるじゃん。来作ほらバルサに送るから、 そこの意味でも結構注目度は高いよね、うん、多分そのバルサのクラブセレクションとかで出てくるあれもあるからどんな感じなんだろうっていうね。ダブルタッチ持ってないの多分ね結構使ってないんでまだ言えないですけど、ゴロビンをイメージしてます。あの感じはね、操作感の感じはゴロビンみたいなタイプなのかなっていうのは。さあここどれだけいけるか、ここから56、54ですね。あと8か。はい、ということで180センチですね。ちょうどいいな。21歳。あーいいっすね。フェンセンス85、グランドパス93、ボルトン93。まあその唯一あれなのがその決定力が73がどうなのかっていうところです ね。はい、で、まあ、ここではねボールダッシュとディフェンセンスもそれなりにあって、うん、スピード瞬発ボディコンがあると。フィジカルが83でスタミナエクサ87か。やっぱり OMF が良さそうやな、うん、あの CMF ってすごい疲れるから90の足りないんだよね。ダブルタッチワンパーあってバックスピンロバールみたいな、ね、モドリッチもプレーメーカーじゃん。そうだね。だからあれなんだけど、モドリッチとはやっぱ身長が5センチ違うっていうところ、ああなるほど、がまあ1個あるのかなっていう。まあでもモドリッチの方が多分ディフェンスセンスとかいいと思うんだけど高そうだよね。そう、さあこれ星43ついきます。使っていく。あー OK、はい、あとこの辺は4ついっちゃおうかな。うん、これでどんぐらいいける。よし、 あと3レベ。こっから星をまず1個入れてみよう。ああ、うん、まあこっからもう行くしかねえよ。そうだね、ぶっぱだな。10個だな、星さん。星さん10個。いやー、あとちょっとだね。あとちょっと、まあ、とりあえずこんぐらい止めとこうか。 6個でどんぐらい。よし、あと半分だ。あと半分でちょうど14,008。だからあと5個ぐらいだね、星さん。星さん5個、4個でいってみようかな。お、あー、あと誰か、白玉。これで白玉っすね。もう648。 OKOKOK、うん、白玉か、あと同じ、なんかちょっと取れないね。ダニパレホでいいやん。そうだね、うん、ダニパレホ入れると。オッケー、94総合値。よし、できたね。いやー、来ましたよ。結構もうほとんど使っちゃったけど。いやでも全然いいと思う、うん、さあということでデヨングはコスト35ですね。で62、オフェンスセンス86、ボルコン92、ドリブル92、グランドパス95、うん、でまあ決定力75ですね、はい、ここがね。そう、もうちょっと欲しかったかなっていうところです、うん、ディフェンス74でボールダッシュ76、うん、でスピード瞬発ボディコンやっぱ87、89、87とここ偉大ですね。でデュエンスセンスじゃなくて、キック力が81か、でフィジコンが84でスタミナが88か、うん、やっぱ OMF かなーっていった感じですね。ダブルタッチワンパーあるしね、はい、これ足裏のダブルタッチ、あとエラシコアルとあれが出るんだっけ、なんかネイマール、あーっぽいね、そんなのだったっけ。そう、DMA 使うと。そうだね、 DMF でこんな感じですね。あれでも薄い適正なのかな、まだ。あ、そうだね。あ、だからちょっとあのポジション適正入れますか。入れてみようか。あったかな。あったあった、1個あった。これどっちつく。 OKOKOK88 だ、うん、ということでとりあえずちょっと練習モードでちょっと感じをね確かめましょう。多分ね、うん、ゴロビンと思ってたのかな。おー早いね。あ、まあそうだね、ゴロビンとなんか確かに。あー、うん、なるほど。あー、でもゴロビンはまあそうだね、結構似てるかもしれないけど、ゴロビンの方が若干早いのかな、もうちょっと。あー、なるほど。ダブルタッチは強そうだね。うん、パスがね、この選手はものすごく高いから。人もでも高いっちゃ高い。出る人はやっぱ相手が来た時でしょ。そうだね。まあ、なかなかね、そのこう発揮するっていうのも難しいんだけど、動画で撮るの。うえ、関係ねえな、やっぱアプリは。アプリはそこまでね、まあ、マネが結構バスバス入るんで、ね、そう、あ、マネじゃねえ、あのカンテ、カンテ、カンテがバスバス入るんで、そんなに。これもうこれしかないからいいね、ダブルタッチがもう確定で、うん、あのエッジターン飛び余計なのついてると発動が結構難しかったですよね。エラシコも出ちゃう時あるんだ。そうだね、なんかねよくわかんないの出たりするんだよ、うん、
すごい塩感はいいですね。これゴロフィンですね。うん、ゴロフィンと結構ね、デオンが似てる。うん、結構似てると思う。だからゴロフィンの方が若干早い気がする。ああ、なるほど。よいしょ、もうこれは誰でも取れそう。ここからなの。ああ。ああ。相手も意地の足みたいな感じですけど。まあ、こんな感じかなといった感じ。ちょっと適応がね、まだそんなに上がってないんで。ああ、なるほどね。適応率上げて、うん、あのね、ちょっと試合で使っていきたいんですけど。おお、いいじゃん。いや、いい、結構いい。DBもまあありだね。いろんなポジションで試してみて、まあ、一応ね、センターバック、あ、一応っていうかセンターバックが本職なんで、もちろんそのクリバリ・ファンダイク調子悪かったら入れるんですけど、うん、まあ調子いい時もあるんで、そしたら DMF とか使ってもいいし、ワンチャン CMF とかも、いや、いける超硬いんだかもしれないんで、ね、カッティって感じ。まあちょっといろんな、あの、まず適応率上げてね、また紹介とか取れたらいいかなというふうに思います。どうしよう、さらっぽー。